全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、外から押して15番スタシェリタ、8番イーユグレーム内から追い上げる、16番インパスコミュー包囲をキープ、6番アルコイリス包囲をキープ、1番人気11番ヤマト魂この位置からの競馬。各馬第1コーナーをカーブしていきます。内押さえて9番ポルトノートンユ、4馬身相手2番ハリボテサターン、17番ヒナコリターン、10番トモチャッキー、この辺りが中段。内押さえて3番うまみたっぷり、続きまして4番サーフユッチャマン、これからバックストレッチに向かいます。外を押さえて13番ダリルレロヨユヤマ、後ろに5番ラブジェリーワン、外から7番三遊堂。 1000m の通過タイムは1分0秒0。1馬身相手18番メルファースト、後ろに1番ダイワスキリス、少し差が開いて12番フライマンタ、14番ゴッドダイヤモンド後方。ここから先頭までは10馬身以上。先頭変わってイーユグレール、6番アルコイリス並走、15番スタシェリタ後位をキープ、続きまして16番インパストミュー、1番人気11番ヤマト魂この位置。18頭大ケヤキの向こうを通過、内押さえて9番ポルトドオトウユ、1番人気ヤマト魂現在5番手。4コーナーをカーブし直線コースに入ります。さあ直線勝負、横に広がり直線勝負。イーユグレールわずかに先頭か、400を切って先頭イーユグレール、その後スタシェリ、イーユグレール粘る、先頭はイーユグレール、残り200を切りました。逃げる逃げるイーユグレール、2番手スタシェリ差を詰める、先頭が変わった。インパストミュースタシェリ、2頭が並んで合輪、スタシェリわずかに制したか、判定をお待ちください。